何何何の騒ぎ。車が海に落ちたんだって。え、なんで。じ、車同士ぶつかったりしたの。うん、自分で飛び込んだみたいよ。それ、無理運転でも知ってたのかしらね。怖いわ。そんなのに巻き込まれたら災難よね。そうね。でも実は私見てたんだけど、加速しながら海に飛び込んでいったから自殺かしら。高そうな車に乗った若い男の人だったのよ。なんかわけのわからないこと叫んでた。うわ、なにあれ、気持ち悪い。どうやったらあんな風になるの。はい、下がってください。本当にブレーキ痕が全くないな。それより見たか、あの遺体。なんだあれ。おお、あんなあざだらけの遺体は珍しいよな。鑑識の話じゃ複数の女の手形らしいぞ。おかしな話だ。それってあれじゃねえ、恨みを持って死んだ女たちが男を海に引きずり込んだとか。バカ、やめろよ、そういうのダメなんだから。何ビビってんだよ、そんなことあるわけないだろ。それにしても不思議な事故だな。オリビア、ラティ、ハバード、アブラメリ。見えました。お二人の金星と火星のアスペクトはとてもいいですね。理想の相性と言えるでしょう。出会った瞬間から強く惹かれ合ったお二人ですね。金星と火星以外に月の位置もいい位置にありますね。海王星の位置もいいです。おや、うつり気の星ですね。これはやっぱりそうなんだわ。太郎ちゃん、私のこともう愛してないのね。私は太郎ちゃんしか愛してないのに。ひどいひどいわ、もう信じられない。何を言ってんだ。僕だって花ちゃん一筋だよ。いつだって花ちゃんのことしか頭にないし、僕の瞳に映っているのは花ちゃんだけだよ。私だってそうよ。太郎ちゃんのことしか見えないし考えられない。でも太郎ちゃん素敵だから他の人がほっとかないでしょ。私みたいな女じゃ太郎ちゃんとは釣り合わない。何を言ってんだ。僕は君の美しさの方が心配だよ。ちょっと君の素敵さは他の男たちを惑わしているんだよ。だからおい、僕は君だけを愛している。手放したくないんだ。お前らな、ちょっとは人の話を。太郎ちゃん、花ちゃん、愛してるよ。お前らイチャついてないで俺の話を聞け。
舐めてんのかてめえら、ふざけやがって、とっとと出てけ。いや怖い。大丈夫、いつでも僕が守ってあげるよ。さ、早く安全な僕のうちに。くそ、ムカつく、どいつもこいつも舐めやがって。このレビィ様が何が悲しくて人間ごときに占いなんかしてやらなきゃなんねえんだよ。しょうがねえだろ、サタン様の命令で人間界で修行するように言われたんだから。泣き言言わずにちゃんとやれよ。アホか、あんなもん親父が思いつきで言い出したことじゃねえか。いいかレビィよ、よく聞け、大切な話だ。親父、近いって。よいか、私はお前を悪魔の中の悪魔に育てるために人間界にお前を送ることに決めた。見ろレビィ、あの空に輝く星よ、あれこそが我らを称える悪魔の星だ。あの星を目指して、あ、頑張るのだレビィ。は？地獄に星なんか出るわけがないだろう。死の五の言わずにとっとと行けんか。うっ、落ちる。だいたい下宿に紹介されたここもおかしいだろう。なんだあの大家のクソババアは。おりゃ、ひーふーみーよ。なんだいしけてるね。こんな売り上げじゃ飯抜きだね。くそ、人間ども、下等な分際のくせに悪魔を見下しやがって。今に見てろよ。それにしてもあのババア何者だ、なんで魔術まで効かねえんだ。それはお前が修行不足なだけだろ。ま、お前じゃ一生かかってもあのばあさんには勝てねえだろうけどな。だいたいお前は最近魔術のトレーニングをサボってばかりいた。お前さ、さっきから聞いてりゃ使い魔の分際で囚人に舐めた口聞いてるよな。そんな不届きなやつにはお仕置きが必要だな。飯抜きで腹も減ってるし、焼き鳥にして食ってやるよ。いやー、やめて、鬼、動物虐待、悪魔。そうだよ、悪魔だよ。お取り込み中のところすみません。占いをやっていただけると聞いたのですが、ご迷惑でしょうか。はあ、うわー、すいません、お待たせしました。いえ。ん？お客さん、最近何かいいことありました？急に恋人ができたとか。え、そうなんです。そんなことまで見ただけで分かっちゃうんですか？そうなんですよね、分かっちゃうんです。何でも分かる占い師なんですよ、私は。すべて分かるんですよ。さあ、始めましょうか。占っていただきたいことなんですが。大丈夫です。あなたの悩みは分かってます。あなたは最近できた彼氏の行動に不安を感じてますね。女の影でも見えますか？まあ、そんなことを占ってほしいんでしょ。大丈夫ですよ。私は世界で一番優秀な占い師ですから。すべてわかってますよ。ラティ・ハバード・アブラメリ。インリン、レイビアティ、ババヤア、カンタビア、オリビア、ラティ、ハバード、アブラメリ。見えました。あなたには比較的近い時期に大きな出来事が起こるでしょう。その出来事とは、彼がプロポーズをすることです。え？プロポーズですか？
あなたは彼の言動に疑いを持っているようですが、それは誤解です。あなた方は強い絆で結ばれている星を持ってます。だからあなたは疑いを捨てて彼を受け入れるべきです。でも結婚なんていきなり言われても、私どうしていいのか。まあそうですよね、いきなりそんなこと言われても困りますよね。あなたが迷うのはわかりますが、いいですかお客さん。人生の中でチャンスというものは限られた数しかないのですよ。あなたに今訪れてるチャンスは、まさにその中でもとびきりの大チャンスなんですよ。それを逃す手はないですよ。彼には性格的問題も多少あるようですが、この相性はあなたを幸せに導くものです。だから、あなたはこのチャンスを逃すべきではない。二度とないこのチャンスを受け止めなさい。むしろこの流れを変えることはあなたの人生を悪い方向に変えてしまいます。だからプロポーズを受けなさい。プロポーズ受けろ、プロポーズを受けろ、プロポーズを受けろ。はい、私彼の愛を受け入れます。おい、レビー、ひねくれ者のお前が何だって人の幸せをご利用ししてんだ。何を企んでやがるんだ。結婚詐欺だよ。え？あの女の付き合ってる相手は結婚詐欺師だよ。最初に見た時から気がついてたんだ。こいつは面白いやつが来たなって思ってな、ぜひとも躊躇なく騙されるように誘導してやったのさ。それを知った時、あの女がどうなるか考えただけでもワクワクするぜ。さあ、悪魔の仕事が忙しくなるぜ。まもなく列車が到着いたします。危険ですから、B 線の内側に下がってください。ユーリカ。あ、アキラさん。ごめんね、寝坊しちゃったよ。待たせちゃったね。ううん、今来たところだから。そっか。ほう、あいつが彼氏か。なるほど。本当に夜景って宝石みたいに綺麗だね。ユリコ。え？ユリコ、俺と結婚してくれ。え？占い師さんが言った通りだ。やっぱりダメだ。ごめん、今のは忘れてくれ。本当にごめん、ダメなんだ。何？一体どうしたの？私、何か私いけないことでもしたの？どうしてそんなこと言うの？違うんだ、君が悪いんじゃない。君が悪いんじゃなく、僕が。とにかく君を巻き込みたくないんだ。君を本当に愛しているから。アキラさん。
か悩みがあるなら言ってください。私あなたのためなら何でもします。だって私あなたを愛しているから。ありがとう。実は今会社の資金繰りが大変でね、もうすでに1回不当たりを出してしまって、あと1回で我が社は倒産だ。こんな時に君と結ばれるわけには。せっかく画期的なプログラムがもうすぐできそうなのに。あと500万、500万あれば起死回生できるんだ。そうすれば君を幸せにしてあげられるのに。500万がないばかりに。500万、アキラさん、その不足分のお金私に出させてください。それでアキラさんを助けられるなら私出します。そんな、ダメだよ。君にそんな面倒をかけるなんて俺にはやっぱりできない。心配しないでください。私いつか結婚する時のために昔からコツコツ貯金してたんです。それくらいのお金出せますよ。それに結婚したらそれだって2人のお金でしょ。お仕事がうまくいったらそのお金で式をあげましょう。私あなたを支えます。だから一人で苦しまないでください。あなたのためにできることがあれば何だってしますから。ありがとう。俺頑張るよ。そして必ず君を幸せにしてみせるからね。本当にありがとう、ゆりこ。ちょっと聞きました？何を？ほら、総務の地味な佐藤さんの話ですよ。あの子がどうかしたの？なんか近々結婚するみたいですよ。え？あの子が？ねえ、驚きですよね。しかも相手は IT 企業の社長らしいんです。うっそ、何それ。あんな地味な子がどうしたらそんなことなんのよ。ねえ、不思議ですよね。全然そんな素振りなかったから私も驚きましたもん。なんかの冗談じゃないの？嘘、嘘よ、そんな。結婚するのは本当らしいですよ。だって退職届も出してたし、共済金の解約申請もしてました。私が手続きしたんですもん。マジで？それにしてもいいですよね。玉の腰なんてどうやったら乗れるんだろう。あんたじゃ無理でしょう。あの子と似ても似つかないじゃない。へえ、佐藤さんにもできたんだから私にできない話じゃないですよ。ところでその玉の腰に乗った佐藤さん、見かけないけど今どこにいるのよ。そういえばさっきどこかに電話をかけたと思ったら急に早引きしたいって飛び出していきました。何それ、何かやばいことでもあったんじゃない？そ、嘘よ、そんな。そんな、嘘よ。だって愛してるって言ってくれたじゃない。ああ、哀れな人間だね。誰？悪魔だよ。あなたは、あの時の占い師さ。そうさ、お前の運命を占ってやった占い師さ。でもそれは世を忍ぶ仮の姿。本当はお前たち人間の魂を地獄へ運ぶ悪魔さ。女、なぜここが分かったんですか？お前が俺のところに来た時からお前にまとわりついてた黒い影に気がついてたのさ。その黒い影は
あの男のお前への裏切りという負のエネルギーさ。そうだよ、あの男はお前の金だけが目的の詐欺師だったんだよ。お前は騙されるべくして騙されたんだよ。哀れだね。その時気がついていたのなら、なんで教えてくれなかったんですか？悪魔の俺がなぜお前を助けてやる？冗談じゃねえ。お前を陥れるこの機会を逃すわけないだろ。いや、ワクワクしたぜ。お前がどんな風にあの男の毒牙にかかるか、そしてどんな捨てられ方をするのか、しっかりと見させてもらったぜ。さて、ここからは俺のシナリオだ。男に騙され全財産を失ったお前は、失意の中ここで自殺する。そしてその魂を俺がいただく。さあ、人思いに楽になりな。全てから解き放ってやるよ。はい。グズグズやってるんだ。さっさとやれ。ごめんなさい。でも最後に言っておきたいことがあるんです。なんだ、言っとくがな、今さら命乞いしたって聞かないんだからな。ううん、違うの。死ぬ前にアキラさんと占い師さんにありがとうってお礼が言いたかったんです。あ、お前恐怖で頭がおかしくなったのか？殺されようとしてる相手に礼を言うバカがいるか？私ね、小さい頃両親が離婚してすごく寂しい子供時代を過ごしたの。それでただでさえ内気な性格がもっと進んで、その上学校でいじめられてばかりいて、何をやっても人より出来が悪くて、もう本当に私ってこの世の中から必要とされてないんじゃないかって、本当に消えちゃった方がいいんじゃないかって思って今日まで生きてきたの。そんな中アキラさんと出会えた。私を必要としてくれる人が現れたの。ほんのひとときだったけど私は幸せでした。それを後押ししてくれたのが占い師さんだったの。いつまでも前に出られない私の背中を押して勇気をくれたことに感謝しています。あれがなかったら私はいつまでもうじうじと悩み続けて前には出られなかったと思います。本当にありがとう、占い師さん。もう気は済んだか？はい。だったら早くやれ。こっちはお前のくだらん昔話なんか聞いてやるほどお人よしでもなければ暇でもないんだ。ごめんなさい。それじゃあさよなら。
おい、こいつまだ生きてるぞ。どうするんだ。気が変わった。は？何言ってんだお前。他を当たるぞ。は？他を当たるって言ってるんだよ。おいレビ、ちょっと待てよ。まったく困った子ね。ウブでトロい女を騙すなんて本当にちょろいな。ほう、大した自信だな。誰だこのガキ。いつの間にどこから入ってきた。ほう、これがユリコから騙し取った金か。何の話だ。わけのわかんないこと言ってんじゃねえぞ。悪いが、お前のくだらん言い訳に付き合うほど俺は暇じゃねえんだ。言い訳は地獄で生きろ。おかしなこと言ってるとただじゃおかねえぞ。やっと見つけた。アサミ、お前死んだはずじゃなかったのか。アキラさん、やばい、なんで海に向かってるんだ。ブレーキが効かない。おい、これ見てみろよ。なんだよこれ。こんなあざだらけの遺体は珍しいよな。この大きさだと女の手か。これってあれじゃねえ、恨みを持って死んだ女たちが男を海に引きずり込んだとか。バカやめろよ、俺そういうのダメなんだから。何ビビってんだよ、そんなことあるわけないだろ。それにしても不思議な事故だな。ブレーキ痕も全くないし、自殺って感じでもないんだよな。ふん、こんな魂でも一つは一つだよな。おいレビ、なんだ。お前って意外といいやつなんだな。てめえこのアホガラス、ふざけたこと抜かせると本当に焼き鳥にするぞ。何からにもなく照れてやがんだ。そこのバカ女。はい。これお前のお金だろ。落ちてたから拾ってきてやったぞ。は？どこで拾ったって？おい、何がおかしい。ごめんなさい。でも占い師さんって優しいんですね。ありがとう。おいベビー、占い師さんって優しいのね。うるさいバカガラス。痛い痛い。Thank you.
かねえ。もう展開には未練はないんだ。始末しようって言うなら相手になってやるよ。いい加減にしてよ。あんたが何て言おうと今回は絶対に連れて帰るからね。まったく何をしてるんですかこの人たちは。これはもう一刻の猶予もないですね。グリム、グリムはいませんか。へい、もう待ちくたびれましたよ、ケプラー様。緊急事態です。予定を変更してすぐに計画を実行してください。ほらね、だから言ったじゃないですか。あんなクソガキ、とっとと始末しちまえばよかったんですよ。黙れ。我は破壊の神、全ての神の上に立つ者だ。貴様らごとき天使の指示は受けぬ。